東山本線は、岡山県岡山市北区の岡山駅前停留所から、同市中区の東山、岡電、ミュージアム駅停留所までを結ぶ岡山電気軌道の路線である。正式な路線名は、東山本線だが、単に東山線と呼ばれている。岡山の市街地をクランク状に走り、岡山駅と車庫のある東山、岡電、ミュージアム駅とを結んでいる。全線が、併用軌道の路面電車である。広い交差点のある途中の柳川停留所で清照峡線が分岐している。岡山城や後楽園の最寄りである城下停留所からは南下する。城下停留所からはかつて後楽園前を経て番町停留所に至る番町線が1968年まで分岐していた。西大寺町停留所からは東進し、旭川に架かる3つの橋を渡り東山、岡電、ミュージアム駅に至る。運賃は140円だが、岡山電気軌道を含むバス各社が岡山駅天満やバスステーション、表町バスセンター間の運賃を100円としていることから、並行する岡山駅前県庁通り間の運賃も100円となっている。ほとんどの停留所で、ホームや柵が整備され、安全性が確保されているが、小橋と中納言は道路が狭くホームの設置ができないため、現在も道路上に乗降場所の表示があるのみである。また、京橋は臨時停留所であることから、営業日のみ表示が設置される。東山本線を走る電車は2系統あり、岡山駅前、東山、岡電、ミュージアム駅間を走る東山線の電車のほか、岡山駅前柳川間には、清照峡線の電車も走っている。おおむね、東山線は5分間隔の運転、清照峡線は10分間隔で、渋滞等がなければ、岡山駅前、東山、岡電、ミュージアム駅間の所要時間は、約15分である。平日朝ラッシュ時は、東山付近に通学する学生が多く、県庁などへの利用者の積み残しが多発していたため、その救済として、駅前西大寺町間の電車が1、往復設定されていたが、2012年8月末で廃止され、以後は全区間運行便のみとなっている。京橋を渡る、岡山電気軌道の路面電車全停留所岡山市に所在。岡山駅前柳川間は、東山本線と清照峡線の番号が付与されている。ありがとうございます。